Bonjour. おはようございます。フランス語。今回は宿題終わったよ。J'ai fini mon devoir. J'ai fini mon devoir. これを今日はね、今回は言って言えたらいいですね。J'ai fini mon devoir. Mon devoir. これが私の僕の宿題、ね、自分の宿題。Mon devoir です。Devoir。男性名詞です。J'ai fini mon devoir。複合過去形です。Avoir の助動詞と過去分詞のfini で複合格を形成して宿題終わったよという意味になります。J'ai fini mon devoir。言ってみてください。J'ai fini mon devoir。そうですね。さて、宿題を終わったばかりですと言いたいとき、Je viens de finir mon devoir。この finir という終わるという不定詞ですね、動詞ですけれども、まあ辞書に出てくる形の不定詞ですね。finir。この前に venir de ね、来る、何々が来るという動詞を使うと、何々したばかりという近接過去を形成することができます。Je viens de finir mon devoir ですね。さて、J'ai fini mon devoir, je viens de finir mon devoir。この二つを英語で言うとどうなるか見ていきます。英語では、ね、皆さんも中学生の時に習いますね。現在完了形でいきますね。現在完了形で言います。I have finished my homework. I have finished my homework. あるいは I've finished my homework、ね。これは現時点で宿題は完了しているということですね。で、近接過去、何々したばかりだと言いたいときは、just を使います。I have just finished my homework. I have just finished my homework. 言ってみてください。I have just finished my homework. I have just finished my homework.そして、宿題終わりました。終わってるという言い方、別の言い方もあったんですね。I'm finished with my homework。こういった表現もあるそうです、ね。I'm finished with my。だけど、ここで気をつけなくてはいけないのは、この with を忘れてはいけないということですね。I'm finished with my homework。何々は終わっているという言い方をしたいときに、この with を忘れないでねということですね。それでは、英語でね、現在完了形ではなくて単純過去形で I finished my homework といった場合どうなるか、宿題終わったよという言ってる時のその話しての気持ちの中に、まあもう終わってるんだ、もうなんていうのかな、そういう終わっているんだという今どうかという気持ちが入ってきますね。だけどもこの単純過去形の時は I finished my homework、 これはもう過去における事実として述べています。なので、話しての気持ちの中に現時点で今はどうかというそういったニュアンスはなくなります。で、これなんですけれども、このフランス語のじゃなかったごめんなさい、英語の単純過去形のこの I finished my homework、 これを例えばですね、フランス語に直した場合、フランス語で話し言葉として言いたいときは、
複合過去形になります。ちょっと比較、ね、フランス語と英語の比較します。En français、ね、フランス語でどうかと。Numéro 1、ね、1番。Il pleut depuis ce matin。こちら現在形ですね。Il pleut depuis ce matin。現在形です。雨が降って、雨が降ると言ってるわけですね。降ります。だけども、depuis ce matin、今朝からという、なんて言いますか、表現が入っているので、今朝から降っているという、今朝から持続して降っているというニュアンスが、このフランス語の場合、現在形でも入ってきます。Il pleut depuis ce matin。Il pleut depuis ce matin。ね。で、英語ではどうなるか。In English。英語ではどうなるかというと、It has been raining since this morning. It has been raining since this morning. 現在完了進行形です。ね、これになります。Il pleut depuis ce matin が It has been raining since this morning になります。今朝から降り始めて、今もずっと降り続いているという、その時間の流れをね、こう、表現しているのが現在完了進行形になるわけです。そう、これはもう英語でね、英語では現在完了進行形になります。It has been raining since this morning. では、number two、ね、numéro deux、2番を見ていきます。Il a commencé à pleuvoir vers 6h du matin. Il a commencé à pleuvoir vers 6h du matin. これなんですけども。Il a commencé à pleuvoir vers 6h du matin. 複合過去形です。avoir 動詞が助動詞として、そして commencé、これが、何でしたっけ？le participe passé、過去分詞ですね。過去分詞としてくっついて、複合過去形を形成して、そしてその後に前置詞のあがついて、不定詞の pleuvoir、まあ、動詞ですね。動詞が来て、雨が降るという動詞 pleuvoir が来ます。そうすると、雨が降り始めた。まあ、commencé という動詞は、始まる、始めるという意味があります。Il a commencé à pleuvoir、ね。これで雨が降り始めた。vers 6h du matin。午前6時頃。vers というのは、何々ごろ、およそみたいな意味があります。vers。これはですね、この vers というのは、英語の towards、何々の方向に、何々に向けてという意味も別にあります。ここでは、だいたい6時ごろっていう意味の vers の意味になります、ね。Il a commencé à pleuvoir vers 6h du matin、ね。これは、複合過去なので、話し言葉、口語表現として使われますね。で、英語ではどうなるかというと、まあ、英語の場合はね、単純過去形で言えるわけです。It started to rain around 6 o'clock this morning. It started to rain. これで雨が降り始めた。to rain という to 不定詞の代わりに raining と言った方が自分はなんか普通に聞こえるという人もいますね。It started raining。まあでも文法的にはどちらも正しいです。It started raining ね。It started to rain どちらでも。Around 6 o'clock this morning。だいたい6時ごろね。今朝の6時ごろ。ね、単純過去形ですね。It started to rain。そしてフランス語でちょっと単純、じゃあフランス語の単純過去形は何かというと、英語とはまた違うんですね。フランス語の単純過去形というのは、もう書き言葉としてのみ使われている。ね。
物語ですね。の時に使われる。なので、誰々がどこどこで生まれ、どこどこで、亡くなったといった表現をするときに、書き言葉、まあ物語として語るとき、語るって言いますかね、書くときですね、物語としてあるときは単純過去形になります。なので、例えば、ナポレオン3世は1800何年に何々したみたいな、事実として、歴史上の事実として述べたい時は単純過去形です。でも自分の、例えばね、甥がね、あるいは姪がこう何年何月何日に生まれたんだよと友達に話している、誰か他の人に話しているときは単純、ごめんなさい、複合過去形を使うことになります、ね、なので単純過去形というのはフランス語の場合ですよ。フランス語の単純過去形は小説を読んでいた、小説を読むとか、それから歴史のね、歴史を読むとき頻繁に出てきます。あとナレーションですね。ドキュメントのナレーションで単純過去形で話されるということがあります、ね、なので話し言葉には出てこないけれども、逆に言うとですね、話し言葉、なんていうか人との会話の中で、単純過去形を使うと逆にすごく、おかしいというか、違和感というか、まあちょっと笑いを誘ってしまうということはありますので、まあ注意しましょうということですね。それで、単純過去形、ちょっと長くなりました、ごめんなさい。読んでいきましょうね。雨が降り始めた。ね。Il commença à pleuvoir. ね。Il commença à pleuvoir. それから同じ、全く意味は同じですが、別の、代名動詞se mettre、これを使った表現で何々始めた。Il se mit à pleuvoir、ね、Il se mit à pleuvoir、 こんな表現もできます。さあ、今度は、3番のね、Numéro 3、ね、Number 3、 この3番を見ていきます。Il pleut encore. あるいは Il pleut encore. どちらでも大丈夫です。と思われた方。Il pleut encore. と最初の時言いました。2回目は Il pleut encore. リエゾンしました。リエゾンしてもしなくても大丈夫です。どちらも正しい。Il pleut encore. まだ雨が降っている。Pleut、この場合の il pleut encore の il pleut は現在形です、ね。現在形ですけれども、encore、まだというのがついているので、まだ降っているという、ね、意味になります。で、これが英語になると、まだ降ってる、継続してるということで、英語では現在進行形、ね、現在進行形になるわけですね。It is still raining、ね、このように still、 まだというのをつけて It is still raining となります。 Still の代わりに Always でも OK。 It is always raining、ね、フランス語もそうなんですけれども、Encore の代わりに Toujours をつけても大丈夫。 Il pleut toujours、ね、どちらでも。さあ、どうでしたか。もう、j'ai fini mon devoir。今回言えますよね。うん。そんなわけで、今回ね、この j'ai fini mon devoir が言えたら OK。
ということですね。はい、どうもご視聴ありがとうございました。それではまた次回。よろしかったらクリックと登録をお願いいたします。Bonjour ね。À bientôt.